皆さんこんにちは。 Google スカイの不思議な場所、今日は皆さんが一番気になっているコメント欄に一番多かったこの建造物パイプラインは地球からどれぐらいの距離に離れてるのでしょうかという質問かなり来てました。それで私なりにね、なんとか Google スカイでわからないかと思って今日調べたところ、大体の目安の距離がわかりました。これは太陽系内の地球に近いところにあるということが判明しましたので、今日はそちらを説明していきたいと思います。そしてその途中で見つけたいろいろな不思議なものも、まあ、ハイライトとして見せて、後日、まあ、編集して皆さんに投稿してご紹介したいと思います。まず写真の方からです。どうぞ。これがその今日見つけたそのパイプライン、グリーンのパイプラインに近づく、これも UFO となります。はっきりと下に着陸ギアのようなものと、ここに突起物、そしてこの宇宙船自体の形が見えております。そしてこれはまあ前回動画投稿しております、これ宇宙船の大群が大移動しているところを交差する緑色のパイプラインとなります。ここも交差してますよね。そして終わるところが全く同じ位置、これが終点と交尾の位置が全く同じ位置から、これ彼らは同じ種族かそれとも違う異星人か、ここにブルーのラインが走ってますよね。このパイプライン、それと交差しているところがはっきり見えます。そして次、これがその、まあ、パイプラインの長さですよね。始点とこれが交尾というふうになります。そして今日見つけたこれが、まあ、接合部の不思議な部分、ここに宇宙船みたいなものがドッキングして、下にこういったものが、はい、見えますよね。はっきり見れるように拡大したものです。そしてここに光る宇宙船、そしてこれまた接合部らしきものを、まあ、ズームアップしたこれが写真です。こういった感じでつながってますね。まるでこの何て言いますかね、車のカムシャフトのような感じですよね。こんな感じの、まあ、つながり方をしております。はい、果たしてこれは何なんでしょうね。こういった細かい部品パーツがねじれたように、こういったところでまるで人間の、まあ、工作部品のようなつなぎ方ですよね、この辺は。そして次です。これがクロスしている、まあ、貴重なクロス部分をズームしたパイプラインのそのズームの部分です。この部分に明らかに中心部にこの辺より大きい丸い物体がここにあって、こことここは全く角度が同じですよね。等しいという角度、二等辺三角形の頭の部分のような、こことここはまあ等しいと、そしてこの角度とこの角度も等しいですよね。まるで数式的に計算された、まあ、宇宙人のデザインだと思います。そしてこれ明るくしたところ、まるでこの角度とこの角度、そしてこの角度とこの角度は、まあ、数学的に、まあ、等しいと私は思います。皆さん数学に詳しい方はどうでしょうか。そしてこれです、拡大したところ。そしてこれが今回見つけたまたグリーンの母船のような、ちょっと形が違ったようなものを見つけました。改めてね、まあ、今後動画にまとめて投稿していきたいと思います。これです。そしてこれ、そしてこれとなります。そしてこれが、まあ、修復している、ここの亀裂を修復している、まあ、小型のこの修復用のロボット宇宙船のようなものが修復してつないでいる貴重な写真となります。そしてこれが今日見つけたまたこの、まあ、パイプラインと言いましょうか、今度は違いますよね。こういう不思議なこの網のような中を、まあ、通り抜けている、これを通過していっているというか、この中を通り過ぎるこの緑色の球体です。またこれも改めてご紹介します。そしてこれ、そしてこれと位置関係がこの辺となります。これが平行パイプラインの構造物ですね。平行に走る先ほどのパイプライン、こういったのも見つけましたので皆さんにご紹介します。これがブルーの走るパイプライン、彼らは何種類かいるのでしょうか。
なぜパイプラインをこういうふうにブルーとかこういった色に色分けしているのでしょうか。これが不思議ですよね。そして気になる、これがそのブルーの平行にこういうふうに作り上げられたものを見つけました。そこにも不思議なこういったもの、宇宙船のようなものも浮かんでおりましたので、まあ、次回というかこれですね、今後またこれを投稿します、編集して。はい、今日はこの一応今日不思議なものを全部ピックアップしてお見せしております。それでは気になるこのこういったものの距離ですね、皆さんどれぐらいあるか心配してましたよね。何光年も離れてるんじゃないかなと、それとか100光年とか離れてるんじゃないですかということで、100光年も離れていたら光が届く間に100年もかかりますので、もうこういった構造物は何か大きなものに変わっているのではないでしょうかというコメントが来ました。しかし今日私はそれを、まあ、これがどの辺の位置にあるか大体のところを見つけることに成功しましたので、それを発表するために今日この動画を作っております。そしてこれが、まあ、今回見つけて距離が分かったと、目標となるものが見つかったんで、皆さんにそれを今からご説明します。これが Google Earth の中の Google Sky です。なぜ分かったかと言いますと、ここ今回これ前にグリーンの先ほど見せたパイプライン、異星人の珍しい緑色のパイプラインが走ってます。そこにもこういった物体が合体しております。これ多分宇宙船ですね。合間合間というか間隔を空けて、そういった宇宙船がこういったところに見られます。でこれは地球から今撮影している方向ね、望遠鏡の方向から見ております。そしてこれは手前にありますね、このパイプライン、この緑のパイプラインを例にとってみます。前に明らかにあります。なぜこの距離が分かったかと言いますと、この土星2023年1月17日、これの距離、土星が今ここにあります。その土星をズームしていくと、土星がこんな小ささとさらにズームすると思います。ここが土星ということは、それよりずっと土星が見えなくなるまで引きます。するとこの辺ですよね、土星がここにあって土星がほとんど見えません。それのちょうど中間地点、ちょうど言いますと木星と土星の間にあるということが推測できますよね。それで距離をだいたい算出してみました。すると地球から木星までの距離が約8億8000万キロあるということが、ウィキペディアで分かりました。8億8000万キロ以上ですね、約8億8000万キロということは、これは木星よりは遠いです。分かります？木星よりは遠くて土星よりは近い。そして土星はもう一度お見せしますが、この位置でやっとこれぐらいの大きさです。で引いていくとこれぐらい、だいたい地球から見える望遠鏡で覗くと、いい望遠鏡でこれぐらいの大きさに見えますよね。そしてそれよりぐっと引いたところの、手前にこの、異星人が作っている青いパイプラインを今日は例をとってお見せしておりますが、ここのところに構造物が走っております。ちょうど土星と木星の間を、境界線のように彼らが作っているのが、長さがここからここまであります。そして木星と土星の間にあるということで、どちらかといったら土星側に近いです。で約距離が、木星がね8億8000万キロ地球から約あるということは、これは約8億8000万キロよりをもっと遠いということで、約9億9000万キロから10億キロの間にあるのではないかということが確定しました。もっと詳しく分析するともっと細かい数値が出るんですが、ここに土星があって、今回見つけたのがここですね。この、走っている
このパイプラインというグリーンパイプラインを見つけました。彼らは明らかに太陽系上にこういったものを築き上げているということが今日証明されましたので皆さんにご紹介しました。他スカイ UFO とかこういった見ていくとこういったパイプラインですね。この前にありますパイプラインもこの土星より前にあるということがこの黄色いピンの位置でわかると思います。そしてこういった今まで見せてきたこういうグリーンの UFO とかそういったものもこの木星と土星の間にあるのではないかということが今日のこの私の Google スカイの結果で分かりましたのでご報告したいと思います。まあ、今日は大して面白くないものだったかもしれませんがこういった宇宙船が群がっている場所が大体特定できました。太陽系であることは間違いないです。木星と土星の間8億8000万キロの間にいるということが今日分かりましたので皆さんに Google スカイの情報報告として今日は動画を上げました。また皆さん不思議な場所ずっと続いていきますので Google スカイご視聴の方またコメントくださる方今日皆さんが気になるその彼ら異星人がパイプラインを作っているこういったものの距離がだいたい地球からどれぐらいだかということが分かりましたのでご報告しました。ではまたです。さよなら。ラピッ TV でした。